ナミさん、どうも、いつもお世話になっております。バースデーメッセージありがとうございました。あ10月11日、日をまたいでですね、深夜2時に目が覚めまして、今、2時半ぐらいに、一番最初に見た動画がナミさんからのこのバースデーメッセージでした。いや、本当にありがとうございます。あのー、まあ、この年になってくると、誕生日を祝うっていうかね、祝ってくださる人もだいぶ減ってきて、 まあそれはそれでいいんですけども、一時期みたいにね、即歌塾の塾生さんが、総勢200名ぐらいで、ね、私のハッピーバースデーを作ってくれたりとか、ヤマくんのハッピーバースデーをやってくれたりとか、うんなんかこう、あの時が、絶頂期だったのかなと思いますね。ただ、即歌塾の、当時のメンバーとしては、その時はクライマックスだったかもしれませんけども、あれから数年経って今、今今でね、 別のメンバーがそっか塾作ってますのでこれはまた別の視点を移してですねそこに私もお自分の存在感を出していきたいなと思いますでもどんな場面になっても10年前に出会ったナミさんはいつもこうやって一緒に走ってくださってますやっぱり私たちは一人で稼ぐ一人自己責任のもと商売してますけどもでもやっぱりね同じような方向に横を見ると 同じ自己責任で、もう時にはのた打ち回りながらね、時には、ああ、満面の笑顔で走っているナミさんや吉谷さんや、その他、その他ちょっと思いつかないですけども、小野崎さんくらいですかね、<laughs> の姿を見るとね、あこの道で良かったんだと。うん。そして困難な道だからこそ、伴走者はどんどん減っていって、ゴールにたどり着けるのは、まあ、本当にわずかなんだな、というところでね。 まあやりりりががいいいもももあるるななとと思いますす誰もがたどり着けるところに私はは行くつもりはないんですよやっぱりね、選ばれたメンバー、自分で自分を鼓舞してきて、立ち上がれる人と、やっぱり繁栄と映画をね、共にしたいなと思いますし、特に努力に差をつけるつもりはありませんけども、でも私から見るとね、こうやってナミさんが、今日という私の50歳のバースデーに思いを、 はせてくださったというところから見ても、選ぶ人間違えてなかったなと思いますね。住むところも、そして、見ているものも違う部分が多いですけども、でも、一点ビジネスをしているということに関しましては、強くつながっているんじゃないかなと思います。あのー、残念ながらね、私も50歳の仲間入りをしまして、えー、今日からね、 60という還暦に向かうんだなと、その10年のカウントダウンが始まるかなと思ったら、いささか怖いような気がしますけども、でも40になった時に、これから50に向かうんだなと思った時の、まあ、その感動というかね、期待とはまた別のものがこう味わえて、あ、50の景色っていうのはこういうもんなんだなと思いましたね。と同時に、やっぱり遠く離れていくようなものがあります。でそれは 若かった時の自分の思いや、ありがたみとかね、うん、人に対する思いですか。こういった曖昧なものですけども、今、50になってね、40を不惑という、惑わさず、惑わずというね、う昔の人はいいと思うんですけども、40になって惑うを知り、50になってますます迷っています。それが私です。でも、迷っていても、決断は誰よりも早く。 そうすることによって、結果が誰よりも早く見える。だから、迷いはなくならないんだけども、決断力は落ちていかないのではなかろうかと思うわけですよね。いや、結構怖いですよ。怖いからこそ強気でいく。これも、速化塾の中でお話している言葉ではあります。怖い時こそ強気でいくんだと。怖いからビビっていては、それでうまくいかないよと。 だからある意味ね感情を自分でコントロールしていくところそして時には感情を解放して大いに喜怒哀楽を発揮するところと、まあ、これからますますこの自分自身の性格ですとかねそれから本能ですとかね理性を自分で操縦していかないと自己責任社会乗り込んでいけないかなというところですねはい、まあ、話はあっち行ったりこっち行ったりするわけですけども こういったね、死に滅裂なところも <laughs>、50歳初めての動画ということで、ナミさんにお返ししておきます。さあ、50歳になって初めての動画は、こんな感じでございました。あ、実はさっきね、相場解説をオリガルヒで撮ったんで、それが正確には初めての動画なんですけども、個別動画はこれが初めてでございます。プレゼント返しと思っていただければ幸いでございます。それではありがとうございました。50になってからもよろしくお願いします。 get it